ラヌッチョニセファルネーゼは、パルマ及びピアチェンツァ第5代パルマ公オドアルド1世と、ヒマルゲリータ・デメディチの長男として生まれた。父の死後2年間、おじ、フランチェスコ・マリア・ファルネーゼと母の2人が殺生を、務めた。オドアルドの治世の間、パルマは、カストロ戦争に巻き込まれ、ウルバノス発生の属するバルベリーニ家が得ようとした、ローマ北部の強行領を獲得した。 1649年、ウルバヌスの後継院のケンティウス10世は、ラヌッチョ2世を、クリストフォロジアルダ数奇強殺害犯として告発した。その報復に、教皇軍は、ファルネーゼ家の都市を2ヶ月にわたって包囲し、破壊し尽くした。8月に、パルマ軍は、ボローニャから遠くない地点で鎮圧した。彼は、金で買い戻そうとしたが、教皇領は、パルマに残らなかった。 ラヌッチョ二世の治世の晩年にパルマは、サボヤ公、ビットーリオアメデーを二世と結んで、フランスと戦っていた新生ローマ皇帝軍の過酷な中流に苦しめられた。1660年、マルゲリータ・ビオランテ・ディ・サボヤと結婚した。マルゲリータは1663年に、第二子を出産後に、三熟死し、子供二人は共に溶接した。1664年、イザベラ・デステと、 結婚、三子を設けた。1668年、マリーアデステと結婚。七子が生まれ、二人が成人した。ありがとうございます。